ジやばくない？今嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、楽しくない、はい、新しい技、ちょっと待って、フラメンコだ、フラメンコ、関連挨拶か、俺フラメンコや、これはうるせえ、うるせえ今日は暗い通り、ちょっと怖い、まあ、怖いというか、まあある意味怖いというか、うん、ある意味怖い、霊じゃなくて人間の怖さ、あー、ちょっと嫌いな怖さだ、これ、はい、世界の恐ろしすぎる風習5選、いやー、来た、風習ね、風習はね、やばいんだ、風習っていうのは、土地によって決められているルールというか、そういうもんなんですけども、そこに生まれた人はもうそれが当たり前のような指し方をするので、場所によってはヤバい風習が数多く存在する。あー、常識ってことだな。確かにね、そのまま外出たらヤバいもんね。そうなんです、うん、で、多分外の交流があんま少ない。おっと、どんどん行った、また2階のドア、マジ、めっちゃ言ってるぞ、おっさん、マジ最近ヤバいな、最近でも絶対上だもん、心を和ませないでこれじゃあ風習話していきましょう。はい、はい、まず一つ目、首長族。あーあー、もう有名ですよね。これですよ。あーあっ、長い。いやでも本当にこれ意味わかんない。どうなんだこれは。まあ、なぜ彼らは人工的に首を長くしているのかと、いくつか理由があります。はい。一つ目、虎から守るためです。虎から守るの、虎からそれで。虎から首を守るため。なるほど、首元をガブっていかれるから。え、でもなんか虎ってさ、息ので止めてからさ食うって言わね。確かに。うん、ああ確かに。じゃここで息ので止めるんじゃない。ってことか、あ、だからここ守るとりあえず首をし、いや、まあ、一番早いでしょ。女性の、うん、他の部族の人との恋愛が禁止と、普通の人じゃないって一発で分からせるため。うーん、あー違いますよ、はい、つって。もう一つがシンプルに美しいと思っているらしいです。まあ、ネイルみたいなもんか。ああ、そうだね、それ自己満かな、これ。じゃあ、うまい、さっきからそうだね、そうだね、ないないけど。もう一つありまして、経済的事情、観光客を呼んでお金をもらおうとしてるんです。あー、ちょっとね、場所行きたくなるな。それで実際、首長族の場所っていうのはもう経済的に発展してるんですよ。観光客を首を長くしてしまってるということだ。で、まあ、これ何が遅い？お前すごい、まだ出ないけどな。これ何が恐ろしい風習かと言いますと、はい、まあこれまず普通に頭おかしいじゃないですか、うん、まあ頭おかしいです、ぶっちゃけてしまえば日本の常識から考えるね、うん、意味がわかんないです、はい、なんと、キラキラしてますよね、あれ、うん、はいはいはい、全部ガチの金なんですよ。金っていうか重めのちゃんとした金属で、金属だいたい成人してる方で7キロ抱えてる。重っ、うわぁ、結構あるぞ。で、あと首を長くしてるに見えるじゃないですか、うんうん、あれ普通に金属の重さで肩が下がってる。あーあー、そっちなんだ、肩下がってる。じゃあもうレントゲンとか撮ったら結構もう悲惨なことになってる。あーら、首長族は5歳から10歳までに6個から10個ほどの首輪をつけ始め、その数を増やしていく。そしてお風呂に入る時も寝る時も首輪を外さずに生活している。子供の時から首輪をつけているので首の筋肉がほとんどない。そのため首輪を外すと首の骨が折れてなくなってしまうため、首輪を外すことができないのである。続いて2つ目、はい、はい、ブレストアイロニング。南アフリカのものなんですけれども、はい、胸が膨らみ始めた女性、膨らみ始めた途端に石とか棒とかをバツバツ、お前目キラキラさせんだよ。目が膨らむってなんかね、検索してきた。棒とか石とか、うん、でもう、いやいやいや、痛い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 、こうやって、胸の膨らみを抑える。理由が性犯罪が増えるからみたいな。まあ、まあ確かにそうだね。ああ、間違いないと思う。性感染症が増えるから、間違いねえっておかしいだろ。あって、触りたいじゃん。これ通報しようぜ。これは元人数が壊れていく気がする。うん、南アフリカなんで、エイズが多いです。ああ、あんまやらないでほしいね。いや、そういうわけわかんない家庭の風習でこう潰されてしまう。なんでしかも恐ろしいことに、この胸ですよね、男でも触ったら分かる通りちょっと硬いとこあるじゃないですか。まあ骨みたいな、まあ骨骨骨、そこあんま刺激しちゃいけないんですって。潰したり押したりすることによって、癌の発生率が飛躍的に上がるっていう。
乳がそういうのがあるから刺激だったりするから、ね、さらに恐ろしい風習ありまして、若いうちに妊娠した女性妻ごと追放するっていう法律があるんです。厳しすぎるわ。この風習はちょっといらないよね。ひどすぎる。3つ目です。長相と呼ばれている。長相が中国っぽいな。亡くなった人を鳥に全部食わせます。全部食べて木でさっぱり亡くなることによって来世ではいい人生になりますよみたいな、中国と一部のインドで行われているんですけれども、考えてみてくださいよ。そういう風習のあるところ行くじゃないですか、うん、行ったらワンちゃん転がってるわけですよ。うわぁ、やばいっすよ。やば、中途半端に食われてる姿だったらもう、うわぁ、うわぁ、もう無理無理。やっぱりチベットとかよく聞くじゃないですか。あ、チベットでは燃やす燃料ですね、木がないので、あんまり、うん、あんまないのか。そう、木を使いたくないっていう理由で鳥に食わせるみたいです。絶対燃やすのもったいないし、そういうことか。資源的削減というか、そちらね、画像ありますので。画像だよ、画像。おらうわよ、やばいわ。結構もう本当に8割ぐらい食ってる。やばいな。この地方さ、もう鳥は人間食えるみたいになってる。いや、なってるだろ。だから生きてる人間も変に入ったら危ないから。ああ、確かに。外で寝てる客っていうか、人とかいたらやばいもん。やばい、鳥来るよ。いや、すごい改めて言うけど、こいつ想像力が高すぎんね。素晴らしいんだけど、楽しいがチベット行ったやばいよ。あれ今歩いてたもん。じゃあ4つ目、はいはい、サティと呼ばれる風習なんですけど、サティ、これマジで恐ろしいです。インドで行われてるんですけど、夫に先立たされた夫に先立たれた妻が焼却するときに自分も一緒に取り込むんです。えぇー、ガチやばくない？今死んじゃうじゃん。じゃあ若い男を捕まえた方がいい。あー、そうだよね。じゃあ先立たれないよ。あ、一応現在では法律的にはもう一応なしになっているっていう話あるんですけど、普通に地元の方ではまだやってるよっていう話がたくさんあるみたいな。うぇー、やってるとこもあるってことですかね。続いて最後、はい、最後、一応先に言っておきます。安心しましょう、はい、安心、今ないです。わあ、それ安心、それ大事、大事、大事だ、大事。600年代から1902年まで行われていたとされるんですけど、はい、はい、天足。あれなんか聞いたことない。天足、まあ結構ね、名前は聞くよ。なんか、え、なんか名前だけあるな。天国の天に足。静かにしましょう。はい。中国で行われています。足の形を強制的に変えるっていう、風習なんですけど、3歳になるとアルコールとか酢に足をまたつけさせるんですよ。いや、もう、もういいじゃん。消毒、足をつけさせる、そう、消毒みたいな感じです。あ、消毒か。神経麻痺させるわけです。ちょっと一応意味としては、ただアルコールや酢でほぼ神経なんて麻痺らないわけですよ。で、何やるかと言いますと、親指ありますね、足の、うん、親指以外の足をこうします。足の裏側に持っていきます。こうやっちゃうってこと？指を。そうだ、折れるからもうここ、こうできない、逆に言えば。あー、だからずーっとこう歩くことによって、あー、ずーっとこう歩くことによってもうくっつく。で、なんかこれで4割の子供が亡くなるそうです。亡くなるの4割？いやいや、ちょっくしですよ、やばいですよ。あー、そうか、そうか、意味だと思う。やだよ。なんでかっていうと、まあ昔の中国では女性、やっぱ男性強い、まあどの国もそうだと思うんですけど、大体で中国ちょっと行き過ぎてたみたいで、女性をなんかなるべく閉じ込めたりしたい、そういうのもあるんですけど、足の小さい女性がまず好まれていたとか、これが誰かの趣味とかじゃなくて当たり前にそれがやらなきゃいけないみたいになってるのがもうクソヤバいわけですよ。常識になったのが怖いな。一部では足をこうする、折ったりすると血の循環悪くなって、あ、産み方がヤバいらしいんです。うわー、うわー、産んで、まあ激痛、女の人は耐えますけど、一番ヤバいと思ったのが裸足なんてほぼならないじゃないですか。あー、匂いがヤバい。他人にまず見せないじゃないですか。あー、見せないんだよ。唯一見せるところといったらやっぱ夫なわけですよ。あー、そう、夫が激臭の中、性行為をするのを楽しむためにやっていた。何それ？すごいな。行かれてるわ。ちょっと行かれてる。そんな選んだ。行かれてる、本当に。ルーツはそういう感じだったらしい。その村ので派生してって、多分それ意味が綺麗になって、可愛いからやろうみたいな感じになって、長いこと続いたわけです。だって1300円ついてますからね、これ。そうだ。すごいな、めっちゃついてるよね。こちらちょっと画像ありますので。あんの？レントゲンがまずこれなんです。
うわ、ヒールみたいな。ヒールみたいな。くの字になってるの？くの字になってる。足、かかとこれでしょ？で、指これでしょ？もっと分かりやすいあります。はい、生画像です。生画像？うわ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 、曲がってんすよ。ほんとだ。うわ、え？やばっ。あ、やばいわこれ。うわ、エグの甲がもう折れてんの、たぶん。ちょっと今日はね、ヘビーな内容でしたけれども、うん、ヘビーすぎます。お勉強になったでしょうか？いや、勉強になりますよ。持たれるし、改めて日本でよかった、ね、よかった、日本で最高、日本万歳。まあこのうちの4つは現在も行われている可能性が高いということで。うわー、なんか女性系が多かった ね、女性に対する、ね、首長とかもそうだしね。まあ皆さんもね、海外旅行行く際にはこういう風習に気をつけていってください。はい、日本とかでもやばい風習あるとこあるんで、まあいつか日本の風習についても触れていこうと思います。はい、少しでもゾッとしたり、勉強になった方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の都市伝説でお会いしましょう。バイビッシュ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 。